い人来た。すごいね。素敵です。ありがとうございます。本日のお召し物、なんと、なんて呼べばいいの。浴衣です。浴衣です。なんていうの、簡単に着てます。素敵です。放棄してないし、え、なんかバンズ合わせてんの可愛いね。スタッフさんもよかったなって言ってました。これ借りたんですけど、うん、皆さんモントリオールで着付け体験した人はクモノマニーで、すごいびっくりした。はい、ぜひ。やばいね、めっちゃなんか視線集めるというか光り輝いております。たくさん撮ります、はい、え、大丈夫。今日はバーガーフィナンシェ。フィナンシェじゃない、バーガーフィナンシェ。ベジネ、はい、ベジネ、これから行きたいと思います。マスクをつけて、すごい、コビットはパスポート、パスポート、ワクチンパスポート、お店よ、はい、行きましょう。レッツ。というわけでお店の中に来ました。はい、じゃあ美里さんが今日はいます。楽しみです。ここに座ったのでマスク取ります。メニューは何、さっきの QR コード読み込んでゲットしました。で、さっき店員さんが、なんだっけ、店員さんが今日のバーガー、バーガーはなんかヴィーガンモッツァレラ入りの、うん、って言ってましたね、バーガーだそうです。でもとりあえず今から見に行きます。え、 YouTube やってらっしゃるんじゃん。わやっとるな、これは。ロッキーいたします。ここら辺に置いていこう。え、私の顔があるからあの看板が映らない、ほら、はい、顔の小さいね。どうぞ、置かないように。はい、やっとかーい。ボクシー、ボクシー、ボクシーお願いします。ダメです。え、いつもありがとうチャンネル、かわいい。そうです。やった。探しましょう、皆さん。私は探すよ。ダメです、これ乗りますか。で、ここにって。私の中チャンネルはこちらに行きます。ってなるんですね。見てない、見たいね。ダメですよ、本当に。何個ぐらいの、え、何個、だから続けないです。あるの、あ、で、決めないと。はい、バーガーが4つあって、うん、何これ、なんて書いてある。チーズバーガー、すごフィアンセバーガー、ソウルメイト、ソウルメイト、バーガーオブザマンス。あ、それがさっき、あ、これがオブザマンスって言ったのか、うん、今月のね、多分。どうしようか、どうしましょう、どうしよう、どうせだったら自分で作れないものを食べたいって私はいつも。あ、でもすごい料理するじゃないですか、美里さん。全然全然やばいよ、最近なんかゆで卵ですよ。ゆで卵か豆腐。アスリートがいます。違う、料理ができなすぎて。あー、あー、no, we're fine. Thank you, but just taking time. いやー、ちょっとこんなとこ来ないからどうしたらいいかわかんないですよ。どうしよう。まあ、バーガーブダマンスかな。あー、美味しそうですよね。だって普通に。サイドついてくる。あ、これはついて、普通のはついてこないけど、これはついてくるって言ったんですか、うん、じゃあ私もそれにしようかな。飲み物も見て。え、ちょっと待って待って、ベジベーコンって何。ベジベーコン、はい、どうぞ。あ、ありがとう。スムージーコールド、この辺、これ、こっちは何。迷う、カクテル。お酒でございますね。切るけど、お酒、酒か。コールド、ビーソーダ、ガッツビーコンブチャ、エスカボー。アフォガートってアイス。アフォガートはあのアイスクリームにコーヒーじゃないな。エスプレッソかかったやつですか。多分コーヒー、エトセトラだから、エトセトラ、アイスも入ってる。どうしよう。あ、オールビバレッジ、待って、違う違う、オールエベラボアイスとか、うん、なんだ、okay. 全部コールドにできるってことね。なるほどね、はい、決まりました。昆布茶かな。昆布茶何味がある。どこに昆布茶。ここ、 あのガッチーなんちゃら。何これ。カルダモンとベルベンナ。ベルベンナ何。ジンジャー、ここベルベンナ。ベルベンナって何ですか。おー、なんか知らないやつがあったからそれにする。トライ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 。え、一番最初のは何ですか。一番最初、カルダモンはあの、結構癖の強いスパイス。へー、ちょっとな
んか苦手な人はダメなんだ、うん、ってなるかも。わかりました。私はコーヒーにしよう。それと、うん、どうしようかな。すごいね。本当どうしようかな。サラダもこんなケール。チッケン。ケールシーザーサラダ。うん、で、あったチッケン。どこすごいね。あれ？チキンはチックピーだと思うけど、豆ですね多分。そういうことか。うん、なるほどですね。マジビーガン行きやすい。うん。いろんなのありますよね。うん、あったかな。あ、来ました。やばい。やばい。じゃあ、はい、バーガーオブザマウス。はい。はい。なんか昆布茶で見たことない種類のバルベーナってやつがあったので、そんなやつ聞いたらなんかリラックスする系のって教えてくれたから。最初の1個目のはどうですか。カルダモンはなんかこうエネルギーが湧いてくるから、土曜日にそれはあしゃぎって。それ1個目でした。この飲み物はアメリカーノ来ました。カフェです。なんか補正って言って中になんかいっぱい綿とかきません？なんかあの紐抜き打ち、そう、それがめんどくさいからなんか1枚しようみたいな、そんな感じで適当に行きました。今度みさとさん行きましょうね。昆布茶来ました。これ飲んだことないやつ。リカちゃんチャンネルです。リカチャンネル？リカチャンネル。さっきの違います。リカチャンネル。待って、ミサさん映ってないじゃん。リカチャンネル。リカチャンネルです。お邪魔します。違います。さっきからチャンネルの名前をしたばっかり。リカチャンネル。昆布チャンネル。昆布茶チャンネル。昆布茶チャンネルだった。バルベーナ。茶がつけばいい。で、目の前見たら昆布茶。昆布チャンネルです。リラックスするっていう意味分かる。だけど、シェアしたいけど、ちょっとコロナがあるんでシェアはやめてきました。コーヒーはどうですか？コーヒーは、なんか、なんか深入りでもなんか浅入りでもなんか真ん中ぐらいの感じ。真ん中みたいな感じの味です。それにあれかソイかな多分。何もただ単にミルク入れてって言ったら。And the cauliflower coming. Thank you. 美味しそう。ちょっとない。どう。待ってどうしたらいいの。持ったらいいんですか。Cauliflower bite. Oh, so it's not too sour. Okay, enjoy. Yeah, I think it's in the car. Two 人で分け越するカリフラワーバイトとこれな本日のバーガーですね。今月のバーガーか。あ、そうか。今月のバーガー。ちょっと見せていただいていいですか。断面をこんな感じでなってます。美味しそうです。いい、なかなかのボリューム。結構大きいですね。てかビーガンに見えん。うん、確かに。ここすごいね。なんかこれすごい。ここすごい。フィアンセよく見つけた。そう、本当ですよ。あの Google マップのあの、なんだっけ、シェアしてくれるフォルダ、うん、ありがとうございます。私の趣味ですね。行けないところのなんかビーガンどこにあるかを調べてリストを作る。あの何街歩きを何 Google マップで、ね、そうちょっとレポートしていただいて。ダメ、本当にダメなんですよ。美味しいしか言わない。本当かな。本当に美味しいのかな。結構でかいね。顔ぐらいある。ボナペティ。あ、大きい。どうでしょう。肉のパテがビーガンっぽい、はい、やっぱなんか、豆かな。うん、うん、で、うん、味付けは多分バーベキュー。あ、なるほど。こんな感じです。あ、食レポ以上です。できました。できてますかね。パンのとこまで届いてないの奥さん。頑張って頑張って。味なんか何中身の
どんな味かなと思って喋れる量ぐらいだけなくて、およ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 いった、何個ぐらいだった、あーすごいね、チーズもちゃんと入ってる、私パンはふわふわで美味しいですよ、おーすごい、こんな感じでチーズがなかなかトロトロで、うん、結構あの玉ねぎの味がするね、うん、これビーガンベーコンの一番の赤いやつ、ちゃんがカリフラワーバイツを試してます。これめっちゃ美味しい。あ、よかった。すごいね。なんか、うん、ちょっと何？カレーっぽい なんかが入ってます。このスパイス。スパイスが入ってる。なんだろう。三田さん食べてみてください。はい。めっちゃ美味しい。はい、というわけで美里さんとお昼ご飯を食べてきました。食べました。美味しかったね。美味しかったですね。ハンバーガーとカリフラワーのフライ。そうだね。はい、お腹いっぱいでございます。あいつの話もいっぱい。そうね、そうですね。満足です。はい、ありがとう。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかったです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。